ハローハローワールド実況プレイ始めていきたいと思います。前回学校から終わって、で探索できるよってところですね。探索していこうと。メカブ。大丈夫かこいつ。伊達巻先輩。何今ので情報ポイントもらえるの？渋崎先輩。大丈夫ですよ。こんなに大丈夫じゃないですか。よくわからねえよ。意味がわからねえよ。あ、なんだ？地獄に落ちろ。あ、なんかいじめられてんのか。なんかね、このゲームダッシュボタンを押しながら話すと一瞬で話進んじゃうんですよね。とりあえず家帰るんかな。てか空き地みたいなところにいっぱい人いたりするのかな。しないな。この探索ポイント20ポイントってのは、てか家、あれだもんね、お父さんもお母さんもいないみたいな言われてたな、そういえば。じゃあ家はあんま関係ないのかな。一応見とくか。あ、でも普通に考えたら、なんか、ああ、関係ねえんだ。めちゃくちゃ関係ありそうな本があったけど、これ動かせたりはしないのか。しないね。お兄ちゃんの部屋に絶対痕跡あるよな。これ探そうさ。いや、関係ねえんだな。関係ねえ。関係ねえにかけましょう。というわけで、情報収集していきましょう。あ、情報くれそうやな。あ、こいつあれか。紫髪の少女。あれ？お姉ちゃんもしかして私が見えるの怖すぎる。なんてね。何？これで情報をもらえるの？みんなは元気にしてるかな？話したいことたくさんあるんだ。何？怖いな。どういうこと？私が見えるの？あ、なんかいろいろいるな、人は本当に。お。え？どこにびっくりマーク出てたの今。あ、これ？今月は自殺防止強化月間です。おー。そんだけでよかったな。こいつ警察かってことは。メメちゃんが233匹、メメちゃんが234匹。はう。なんだ人間か、びっくりさせるなよ。どういうこと？もうどういうこと？この世には2種類ある。グッピーとグッピー以外だ。ほんと。グッピーとグッピー以外って何やねん。あ、喋る猫を見かけたら注意、OK。一応セーブしとくか。グッピーとグッピー以外ね。工事中みたいだ。グッピーとグッピー以外ね。あ、またなんかあったな。ここ何なんだ？ああ、何を手に入れた俺今。謎。ダッシュしながらね、やっちゃうよね、やっぱり。お、なんかまたいるね、人が。お、これかな？ゴミを拾った。街のゴミ箱に捨てよう。ああ、そういうのもあんだ。ドリーミングマシーンズというタイトルの本を読んでる。そんだけで？ここはゴミ箱じゃねえんだ。あ、どんどん人いるな。こうやってどんどん情報を集めていくんだ、このゲームは。ガタイのいい男性。よう元気なお嬢ちゃん。急ぐのはいいが、あんまり走りすぎんなよ。怪我したら大変だからな。俺の娘も嬢ちゃんぐらいの頃が一番可愛かった。今はじじいじじいと罵られてばかり。ぐす。かわいそうにな。頑張れよ。お前も頑張れよ。お前も頑張れ。大丈夫だよ。その時期超えたらまた優しくなるよ。その時期だけだよ。あ、こっち側は。あ、なんかいるな。大陸消滅したとなると、やはり宇宙からの侵略者が現れたか。それとも、カメラ映像を狂わせるというサイバーゴーストどもの仕業か。これはもう、すぐに行くしかないではないか。N 大陸、
の真相をこの目で確かめねば。あ、でもどうやって行けばいいんだっけ。船で行くにも海上は規制されてると言うし、もう泳いで行くしかない。すごいな、お前。待ってるがよい、 N 大陸ね。お、アジサイだ。よく手入れされてる。ほう、それ私の自転車ね。いや別に取ってったりしねえよ。かっこいいだろ、黄色。うん、なんだそれ。もう、あ、やった、抹茶ジャンボパフェセール実施中。すべて完食できた方は無料で食べてー。まあ絶対食べれないんだけどね。お腹空いた時に外食しちゃうといっぱい食べれるなと思っていっぱい頼んじゃうよね。でも絶対残しちゃうんだよね。まあ、残さないんだけど、無理して食うことになるから結局ね。ああ、頼まなきゃよかったなつってなっちゃうんだよ。あ、まだあるんだね。あなたは？突然ですが問題です。右手と左手どっちに当たりが入っているでしょう。全くヒントねえじゃん。左。ピンポン。あ、やった。では、もずく味のキャンデーを差し上げましょう。やった。いらないものばかり手持ちに増えていく。それもまたゲームの醍醐味ってものですよ。ゲーム、何言ってるんですかね、自分。ありがとう。ゲームか、久々にファミゴン、引っ張り出して遊んでみようかな。え、なにその、もずくは、ああ、やった。一体何を思ってこんなフレーバーに。まあ、多分さっきの学校の人たちにあげるのかな。何かが中でもそもそしてる。怖っ。え、そんだけ？いろいろ情報を取れるな。ほんとに。あとは何かあるか？こっちは？あ、行ったね。あ、てことはもう全部回ったな。探偵事務所行くか。探偵事務所行く前に、あ、そっか、まだ行ってない場所あんな。あれだよね。なんでも屋さん。なんでも屋さんに行ってねえわ。なんでも屋さんの方に。どうやって行くんだっけ？あ、ここか。お、また誰かいるな。てか、街のゴミ捨て場っての、あ、ここか。空き缶を一本捨てた。あ、コンビニ入れるようになってるわ。後で行こう。へぇ、じゃあ行けるようになるところもあるんだ。派手な服の男性。ああ、この街に住んでいる方ですか？こんにちは。それにしても最近世界滅亡の噂がやたらと多くありませんか？今は N 大陸の話で持ち切りだし、1ヶ月前にも世界滅亡の噂が、あれ？待って、何が話題になったんだっけ？全然思い出せないや。まあね、そういうもんだよね。新聞とか雑誌とか持ってればよかったんだけどな。まあね、なんか、ちょっと、あれだもんね。流行ったものとかなんて、踏切だ。よく見るとならなくなってしまっている。あ、そうなんだ。まあね、そういう噂とかって、あ、こっち側も行けるんだ。いや、怪しいやついんな。ゴミか。ゴミもあるんだな。お地蔵さんは？まあ、とりあえず怪しいやつに。ねえ、僕すごいこと思いついたんだ。生椎茸の 90% が水で、人間の 60% が水。つまり人間の 150% は椎茸、生椎茸。どう？すごいっしょ。え、どういうこと？え、何に疲れてんの？ゼハゼハ。え？そんな気合い入れていったの？生椎茸の 90% は何？水なの？カビだもんね、あいつらって。あ、もうどんどんいけんな。いやー、ここは海が綺麗だね。私は記者だから話題の観光スポット巡りに来てるんだ。こんな海が綺麗なんだし、やっぱり毎日泳いでたりするの？しないだろ。泳がないとはもったいない。私だったら24時間泳ぐのにな。いつ寝るんだよ、じゃあ。暖かくてうとうとしてきちゃった。寝てねえじゃない。泳いでねえじゃねえか、そもそも。そんだけの空間？海岸の工事中のようだ。意外に行けるところが多いんだな。あ、ここか。もっと調べられる場所。あ、そっか、ここ来たら、あいつに、情報を聞いたら、どうのこうのみたいなくだりあったもんね。
行き止まりか。オーケー。ここまでか、来れんの。ってことは、もういいな。探偵事務所行くか。一応ここにゴミ入れて。あ、なになに？公衆電話だか。そんだけね。こっちは、あ、こっちにもゴミ捨て場あったんだ。あ、ゴミ落ちてるわ。めっちゃみんなゴミ落としてくな。この先工事中、オッケー。ってことは、もう探偵事務所行ってみるか。あ、待て待て。そうだった。コンビニ行かなきゃ。所持金300円、いつの間に手に入れたんだよ。なんか落ちてるね。美味しそうな団子だ。新発売の海味噌団子と書かれてる。海味噌？初耳だな。うん、何も調べられねえんだ。で、あなたは？ジャージの男性。クソ、みごま限定、オムライス売ってないじゃないか。みごま限定、みごまっていうのが、スーパーの名前なのかな。だいたいアイスに棚を使いすぎだろ、このコンビニ。情報ポイントが集まった。やったね。なになになに？進んじゃうの、勝手に。こんにちは、ことぶきさん。昨日ぶりですね。ねえ、本当にここはお店にしてるの？私はどこでも働けますので。雨の日とかどうしてるの？その顔の髪とかくしゃくしゃになっちゃうんじゃない？それは正直あります。割と切実に困る。さて、町の情報を集めてくれましたか？おお、情報をメモしてきてくれたんですね。これで今日は何でもやっとしての務めが果たせます。ありがとうございます、ことぶきさん。どういたしまして。それで、そっちの調子はどう？私はまずあなたのお兄さんの痕跡を調べてみることにしました。痕跡？彼の通っていた大学などに何か知っている方がいらっしゃるかもしれませんのでね。私の協力者にも手を貸してもらえるよう頼んでいるところです。協力者？具体的にはお兄さんの大学の防犯カメラなどを発見。あ、調べてみたのですがね。めっちゃハッキングって言おうとしてんじゃん。1ヶ月2ヶ月遡っても彼の姿はどこにも見当たりませんでした。もともと大学行ってなかったのかな。彼は一体どこへ行ってしまったのでしょうか。引き続き調べてみますね。おい、てことは今日はもう手がかりなしってこと？ところで、ことぶきさんはどうして私のお店に？他にも人探しのお店はあるでしょうね。このお店のチラシがあったの。お兄ちゃんの部屋の引き出しに。おや、チラシですか。もしかしたらお兄ちゃんがこのお店に来たことがあるのかなと思ったんだけど、そうでもなかったみたいね。さて、ことぶきさんのお兄さんがここにいらっしゃったことがあったでしょうか。お前がお兄ちゃんって可能性もまだあるよね。同じ町に住んでいますから一度ぐらい会ったことがあってもおかしくありませんが。ところで気になっていたんだけど、このガラクタみたいなのは一体何なの？いっぱい積み重なってるけど。ガラクタですって？とんでもない。これは私が情報を仕入れるための貴重な道具なのですよ。じゃあなんで野ざらしにしてんの？このモニターたちには私の全技術を駆使した特殊な改造が施されています。チャンネルをいじると、あら不思議、世界のありとあらゆる場所の映像が映し出されるのです。すごいな。日本中の道具を探してもない代物ですよ。発揮。調査にも大活躍。私もぶっちゃけ何なのかよくわかんなくなってきている。装置もいくつか置いてますが、まあそこはそれ。どう見ても粗大ゴミみたいだけど。その目は明らかに疑っていますね。まあ、この辺は企業秘密なので、深入りされるわけにもいかないですけど。おっと、もうこんな時間ですか。買い出しに行かねばなりません。改造冷蔵庫の中身がそろそろ空なので、普通の冷蔵庫か。改造冷蔵庫って何？早くしなければタイムセール商品が売り切れてしまう。もう普通の冷蔵庫じゃねえか、じゃあ。また明日お会いしましょう、ことぶきさん。アディオス。アディオス。行っちゃった。そうだ。昨日、探偵事務所、開いてるかな。もしかしたら昨日話してた菅原さんって人がいるかもしれないし。行ってみよう。あ、勝手に動いちゃうんだ。コンビニ行きたかったよ、もうちょっと。コンビニ。いやー、君か。お邪魔します。カツラギさんたちはいないの？ああ、いにく今日は僕しかいないよ。静かなのはいいことだね。本当に痛感するよ。コーヒー入れてこようか。今は大丈夫です。まあ、甘々らしいもんね。そう、騒がしくしなければ静かにしていいよ。騒がしくしなければ静かにしていいよ。どういうこと？ああ、ここにいていいよってこと？ん？
あ、柏木さんまた。か、あ、桂木さんまたパソコンつけっぱなしにして出て行ったんだ。まったくもう。スペースを設けたとはいえ、後片付けはちゃんとやってほしいよ。そうなの？あ、このパソコンは来客用なんだ。桂木さんが調べ物に使いたいと言ってね、彼女9割ぐらい遊んでるけど。まあ、君も何か調べたいことがあったら使うといい。ああ、いいの？後片付けはちゃんとしてね。ありがとう。こんな有意義な探偵事務所ある？それにしても今日は静かだな。仕事もはかどるってものだよ。こんな日はゆっくりコーヒーでも。足音がすごいな。わ、仲間連れてきた。なるみ、帰ったぞ。ここは君の家じゃないって言ってるでしょ。聞いて喜べ、ことぶき。今日はスペシャルゲストを連れてきたぞ。わあ、かわいらしいね。なるみ探偵事務所へようこそ。私は雑用担当の菅原凛だ。なるほど、あなたがことぶきさんか。不思議なこともあるものだ。あなたが菅原さん？いかにも。はじめまして、ことぶきとわこです。ちょっときっかけがあってこの事務所にお世話になっています。敬語は使わずとも構わない。よろしく頼むぞ。ことぶきさんはどうして私の名前を？昨日なるみさんに紹介されたの。お兄ちゃん探しを手伝ってくれるかもって。でもいいの？知り合って間もないのに。お安いご用。菅原はそういうの気にしないからな。今度美味しいものでもおごればいいさ。さてと、もうすぐ予約の時間だな。ほらほら、君たちはお客さんの邪魔になるといけないから外で遊びない。もう子供扱いしてんな。ケチだな。僕は良くてもお客さんに迷惑をかけちゃいけないよ。いや、僕もいいわけじゃないけどね。話すなら場所を変えないか。その方がゆっくりお話できると思う。ことぶきさんの尋ね人についても詳しく聞いてないし。場所はどこで？じゃあカフェセイラムにしよう。近いし学割も聞くし。やけに可愛い名前だな。君たち喋る以外、喋るなら外で。もう、なるみさんは、怪しい。菅原どういうことだ？どういうことと言われても。メイド喫茶だなんて聞いてないんだが、あ、そうだったんだ。そうは言っても探偵事務所から近いのはここぐらいしかないし。じゃあメイド来んの今から。わ、すげえいっぱい頼んでんじゃん。ことぶきさん、確かお兄ちゃんを探しているのだったか？もうなるみさんから連絡が入ったの？ああ、昨日メールで詳細を知った。菅原さ、何でも手伝うのはいいことだけど、ただ働きもあんまり良くないぞ。私なんか店番最近サボってるしな。怠けるのは良くないぞ。だってお客さん来ねえんだよ。こんな田舎じゃしょうがねえよな。桂木さんはお店で働いてるの？家が工務店なんだよ。ま、こっからはだいぶ遠いけど。なんか家に居場所がないっつうか、だから事務所に入り浸ってるわけだが。そういえば知ってるか？世界滅亡の噂。そんなものがあるのか？ただのデマだろうと私は思うがな。大陸が観測できなくなってからみんな過敏になってるんだ。どこで知ったの？あんまり大々的には公表されてないけど、一部の掲示板には情報が出てるみてえだな。ほら、35チャンネル、世界滅亡を止めるスレだってよ。めちゃくちゃいいじゃん。みんなでやってこうよ。暇な人もいるものだな。巨大怪獣を召喚するとか、最終兵器を使うとか、アホらしいな。宇宙人の仕業とか真剣に言ってるやつもいるんだよな。でも観測不能の大陸とかありえねえだろ、普通。そうだといいんだけど。宇宙人の仕業とか面白い。まるで近未来小説のようだな。でもよくよく考えれば宇宙人からすれば地球人も宇宙人じゃない。よくする会話だね。それはなんかこう、日本人が普段自分が日本人だってこと意識してないのと一緒じゃね？なんかメロンパンにメロンが入ってないみたいな。なるほど。どういう会話なの？どういう会話なんだよ、お前。学生だな、本当に。なるほど。まあね、学生ってこういうしょうもない会話は無限にしてたいもんね。マックとか行ってポテト食いながら。なんか世界が滅亡するかもしれないっつっても、いまいち実感湧かない感じがするんだよな。映画とかで腐るほど見せられてる題材なのに、いざ自分のこととなると、うーんってなるというか。
N 大陸がどうのこうのと言われたところで現実味がいまいち感じられないな。なんとかなるとは思うが。いいよな、菅原は前向きで。私は前向きになれたことなど一度もない。葛城さんはネガティブだからな。そういえば二人はいつ知り合ったの？いつだったかよく覚えてないな。そういうものなのかな。あ、そうだ、私が2年くらい前に犬の捜索で世話になったんだったな。探偵事務所に犬が見つかって礼を言いに行ったら菅原がいてゲームの対戦をしたんだ。それから菅原と話すようになって、なんか気づいたら常連って感じだ。そうだった、そうだった。なるみは頼りないやつだけど菅原はいい。大体のことは肯定してくれるから。なるほど。なるみはダメだ。事務所でスルメをあげたぐらいでいちいちやかましい。何が匂いが広がるからやめろだ。でもなんだかんだで事務所には来てるよな。来てるよな、って言っちゃった。逆にあそこぐらいしかねえんだよ。くつろげる場所が。葛城さん、私の大学に来たらどうだ。え、なに、大学生だったの？面白いぞ。高校生が行ったって間違い感半端ないだろ。ってことは高校生、中学生、大学生で飲み会してんのね。今二人は、ああ、私は17。で、菅原が今19だったっけ？そうだ。え、そうなんだ。もっと若いかと思った。やっぱそう思う。誰が見ても大人には見えねえよな、菅原。内心気にしてることを。まあね、一番年下と見られてもおかしくないぐらい。ところで抹茶パフェのおかわりを頼む。あ、そっか、抹茶カフェを、抹茶カフェじゃねえ、抹茶パフェをおすすめって書いてあったもんな。そういえば話は変わるが、海沿いの道にガラクタ御殿みたいなところがあるんだよ。あ、あそこね。あの、なんでも屋さんね。え、ガキどもが秘密基地でも作ってんのかな。私も秘密基地で青春を過ごしたかった。今さら青春だろう。今まさに青春だろう。秘密基地？それってもしかして何でも屋のこと？私あの人にお世話になってるんだ。いやいや、明らかにやばいだろあそこ。テレビのバランスとかやばいし、地震とか来たら絶対やばい。確かにちょっと変わってるけど、でも悪い人じゃなさそうだったよ。黒井さんって言うんだって。一周回って見てみたくなるな、あれを作ったやつを。うん。のんびりした会話だな。ああ、もうこんな時間か。結構喋っちゃったな。ことぶき、門限とか大丈夫？うん、大丈夫。協力者がまだ見つかってな。協力者がまた見つかってよかったな、ことぶき。ありがとう、二人とも。礼には及ばない。さて、勘定は私がしよう。おお、先輩、ごちそうさまです。え、いいの？私が一番最年長なのだし。一番最年長ってお前頭痛が痛いみたいなこと言ってるからね。それに、今回の依頼料はもう、なるみさんからもらっている。だから心配無料だ。ああ、そうなの。しっかりしてんな、なるみさん。てか、いいやつだな。菅原はこういうやつなんだ。心配するな。お言葉に甘えるのもマナーってやつだぞ。それじゃあ、ごちそうさまです。じゃあ、また今度な。ことぶき。また事務所に来るといい。待っているぞ。ありがとう、二人とも。こうやって一日、私も帰らないと。菅原さん、優しそうな人でよかった。本当にね。明日も進展があるといいな。次回、探索時からカフェ、セーラムを調べられるようになった。やったね。こうやって、どんどん日数が過ぎていくんだね。3日目ってことね。何日目まであんだろうね。1週間ぐらいあんのかな。はい、一応お礼を始めまーす。情報ポイント集めよう。なるほどね。だが大体、あ、仲間が増えてる。かわいい。菅原ちゃんかわいい。ふざけんなよ。どうして私よりお前の弁当の方が豪華なんだよ。知らんが。メイクアブ弁当より質素な弁当ってある？むしろ。何その、だからメイクアブ好きすぎるだろ。メイクアブ以上のごちそうはないというのに。マジ？あ、もずく味か。メイクアブじゃねえんだ。ごめんよ、もずく味なら持ってるけど。あ、何？だから全部の場所行く前に遠くから誰かの歌が聞こえる。おー、まだ聞こえる。全部の場所調べる前にコンビニとかでちゃんと調べた方が良かったんだね。
うん、どっから行こうかね。お、増えてんな。水色の髪の少女。隣の人うるさいな。黙っている。うるさいと言われたので反省したらしい。あ、何喋ってたの？気になってしょうがねえんだけど。あ、抹茶パフェ完食してたのかな？かっこいいだろ、黄色。あー、これ聞いたな。ほー。素敵な空間だな。でもこういうカフェいいよね。なんだろう。ふわふわパンケーキ、宇治抹茶パンケーキ、スモアパンケーキ、激レアチーズケーキ、いちごのショートケーキ、プリンアラモード、宇治抹茶パフェ、魔女の気まぐれパフェ。150円で、プラス150円でコーヒー、紅茶、もしくはブラッドオレンジジュースをお付けします。ほほ、そうなんだ。激レアって。銀髪パーマのメイド、はぁ、しかしお客さんが少ないと暇でしょうがないわね。でも、クーちゃんとお揃いで、働けたからいいのよ。客の前だと言葉を慎め。クーちゃんのいけず、でもそんなところも好きよ。何やってんのお前ら。お前ら何やってんの、何してんの。赤髪セミロングの女性、深刻な顔してどうしたのですか。私、一週間前に姉と喧嘩をしてしまったのであります。それで家を飛び出してしまって。世界滅亡の噂なんて信じてないけど。でも不安になってしまって。本当は仲直りしたかったのに。でもやっぱり会うのは怖い。いや、いいんだよ。仲直りしたいと相手も思ってるって。仲直りしてこい。おはよう。あれ、こんにちは。誰だっけ。私は見ての通り一休み中。ジャーナリストにも休息ある。ああ、海にいたやつね。いや、大変なんだよね。大陸消滅に加えて海面が上昇してるんでしょ。この街はまだ何ともなってないみたいだからいいけど、なんだろう、異常気象かな。なんだろうね。すいません、お帰りお願いします。店員じゃねえんだよ、こっちは。関係者以外立ち入り禁止ね。もう他調べられそうなものはないんだ。めっちゃ食っとるやん、一人で。すごいな。お、なになに。整頓されたレジだ。チラシが置かれている。メイドさん募集中、男性の方も歓迎です。マジかよ。面白いな。男性のメイドって。こうやってどんどん一人一人仲間が増えていくのかな。で、行ける場所もどんどん増えていくんだろうね。こういう落とし物とか全部拾った方がいいんだよな。何お前。顔、狂ってない？緑髪の男性。こんにちは。例のニュースはご覧になりましたか？ネット上デモばかりだし、不安のあまり、他人を攻撃する人たちも困ったものです。もっと可愛い動物のニュースとか見たいものですね。皆さん、癒しが足りてないです。まあね、でも。まあでも、ちゃんと現実に目を向けた方がいいよ。すごい顔だね、なんか。風でたなびいてんな、お前。気になるわ。君は確か、ああ、話は聞いているよ。どうやら真実を知りたくて頑張っているようだね。この世界はもう長くはないのに。家族のことを思うのも大事だが、くれぐれも慎重になることだ。君が深淵を覗くとき、深淵をまた、君を覗いているのだから、名言残してきたな。誰の名言だっけ？私が何者なのか？さあね、それは君の想像に任せよう。女の子らしいデザインの自転車だ。なるほどね。そっか、俺が深淵を覗くとき、深淵側もこっちを覗いているんだな。あ、変わってんな、人の配置が。とりあえずコンビニ先に行くか。あ、なんか、頭おかしいやついるな。ん？こいつは何？カニみたいなやつが踊ってんな。カニがぴょんぴょんしてる。そんだけか。関西風の元気なバイト、いらっしゃいませ。あ、あのカニ？俺の助手やけど何か？あ、なんか買えるんだ。地方情報誌、今月の情報、入試情報ポイント200獲得、すごいな。冬の人気者、確かにね。こんにゃく、冷たい。ピンク色の可愛いアイスクリーム。みごちゃんアイス。わらび餅アイス。食感も楽しい黒蜜入り。ベリーベリーアイス。これでもかというほど果実が入ってる。あ、すごいね。夏の定番アイスクリーム。ガリガリ君みたいだね。懐かしくてスタンダードなアイス。美味しさ2倍、カフェイン2倍と書かれている。カフェイン2倍なの？お茶って大体カフェインゼロじゃねえの。水分補給にぴったり。なるほどね。おおきに。何も買ってないけどね。
ああ、また買い占めですか、あなた。もう、だいたい何に使うんですか、そんな大量の椎茸。ああ、企業秘密ですかね。そっか、お前椎茸。何が企業秘密ですか、そんな企業があってたまるもんですか。まあね、椎茸が好きなんだもんな、お前は。かわいいな。椎茸買い占めって面白いな。ねえ、あんた、私の父ちゃん見なかった筋肉だるまのじじいなんだけど。見てないの？見つけたら教えてちょうだい。私のプリン食べやがったな、あいつ。見つけ次第殴り殺してやろう。穏やかじゃないね。もちろんさばけえてね。ああ、そうな、穏やかだわ。ほんと死んでも許さないが、大切に取っておいた極上プリンの恨みは地獄よりも深いの。サバゲーでどうやって、まあそっか、いろいろあんだろうな。あ、なになに。備えられた花は枯れてしまっている。ああ、なんか花を持ってくんのかな、まあ、新しいポストね。ん、お前じゃねえよな、具合のいい男性。あ、絶対お前じゃん。お前プリン食ったろ絶対。もうブレーンバスターは嫌だ。俺はあんな乱暴な子に育てるつもりだ。食べられたくないな、名前ぐらい書いておけばいいじゃねえか。まあそうだね。でもプリンの恨みは深いからな。気をつけな。それプリン食われたら誰でも怒るよ。ゴミ箱の合間にアジサイの花が咲いている。育てているのかな。あ、そうなんだ。素敵だね。まあとりあえずこの部屋は何もないかな。てか部屋とか帰んなっていいのかな。部屋に行ってなんか怒ったりしたりしないかな。まあ、とりあえずこうやって探索したりするゲームなんだろうね。ここはまだ通れないんだな。バス停とかもなんもないんだね。人出帳なんだもんね、ここは。あとはどこに行けばいいのかな。あ、かわいい猫がいるな。行ってみよう。会いに行ってみよう。お前かわいいな。あ、なんだ、イベントか？どこかに行ってしまった。なんで？なんでなんで？なんで？話ぐらいしてくれよ。こんにちは。あ、父兄さんなんだ。この街は平和で本当にいいですね。ここだけの話、世界滅亡の噂で、各地で暴動が起きてるみたいですから。あなたも悪い子になっちゃいけませんよ。まあね、世界滅亡とか言われたらね、ポイ捨てとかダメですからね。最近増えていますから。まあね、世界滅亡とかなったらもうどうでもよくなっちゃうもんね、普通人は。うん、それでもこの街は平和だな。現在、森林公園の工事を行っています。関係者以外立ち入り禁止です。あ、なるほど。後入れるようになったりすんのかな。お、なんだ、お前めちゃくちゃゴミ持ってる好青年だな。あ、なんだ、梅を拾ったのか。うんふん、連打癖があるな、本当に。これとかなんもねえんだな。とりあえずこいつに話しかけるか。話しかけたら終わっちゃいそうだけどな。お、ネット民が騒いでる。高みの見物は楽しいですね。こういうニュースが流れてきた時だけ、人を大切にだの、なんだの騒ぎ出す奴らにはヘドが出ますよ。まあね、わかるわかる。この世の終わりです。週末だけに。ギャッハッハッハ。面白いお前。いいぞ。燃えろ燃えろ。あ、ほんと。あ、やべ、情報ポイント集まっちゃったんか。強制で話進んじゃうもんな。普通に探偵事務所とか行きたかったけどな。あれ？黒井さんいない。買い出しに行ってるのかな。また後で来てみようかな。なんかあんのか？あ、探偵事務所に先に。おや、ことぶきちゃんじゃないか。ことぶき、さっき菅原がお前のこと探してたと？ああ、そういえばそうだったね。彼女さっきまでここにいたけど。どこに行ったんだろうね。そんなに遠くには行ってないと思うよ。探してこようかな。うん、気をつけてね。菅原さんたちを探しに行こう。あ、まだ動かせる。よかったよかった。ゴミ箱とか、一応探偵事務所調べるか。ゲーム動画の編集画面を開かれてる。あ、そうなの。ゲーム実況してんの。同じですね。ホワイトボードだ。よく見ると、かつらぎさんの落書きがある。
ふかふかとして座り心地がいい。なるほど。買い物レシート貼られている。なんとなく甘いものが多い。まあね、疲れてんだろうね。美味しいコーヒーをいつでも入れられるように整理してある。素敵じゃん。伝説のクソゲー、関節症シューティングが蘇る。何それ。80年代に関節者から発売された伝説のクソゲー関節シューティングがデスクトップ版として復活。あまりにも遅すぎると話題になった多関節クリーチャー。誤植の多すぎてストーリーもそのまま完全再現されており、家族みんなで懐かしい気分を味わうことができる。メーカー希望価格3,535円。アマディオンで好評発売中。あ、なるほど。なんだそれ。エターナルシリーズの新作開発が決定。先日、MGS 冥王星ゲームショーにて、話題の VRRPG エターナルシリーズの新作が発表された。前作の開発中止についての不安の声も上がっていますが、開発チームは皆さんのために頑張ります、とのこと。なお、MG ソフトウェアは、アーケード音楽ゲーム、なんて読んだろう、サンデラ。サンデラ。ポッポンミュージックシリーズの新作開発も行っており、SNS での期待の声が寄せられている。面白、オカルトのあれについて語るすれ53話。七死の落とし子、大陸消滅ってなんや、集団幻覚じゃねえ。はいはい、ふたぐん。こんな時にも35ちゃん見てる奴ら、どんだけ暇なのよ。よくわかんなかったな。ふたぐんってなんだろう。どうした?コトブキ暇なのか?え、私はどうかって?めちゃくちゃ暇だ。すがすがしいな。いや、いいから早い行ってこいや。めっちゃ怒るやん。かわいいな。さてと、今日の仕事は何だったかな?ああ、もうそんだけか。面白みのねえやつだな、なるみさんは。今月中の仕事は受けたまっておりません。緊急の要件がありましたらご相談ください。なるほど。とりあえず菅原さんを探せばいいのか。どこにいんだろう。あ、家に上がってるとか、ないよね。さすがに。なさそうだな。お、なんだ?海面が少しずつ上昇しています。大きな被害が想定されています。大きな被害は推定されていませんが。なるほどね。てか、家でも普通に情報ポイントもらえるんか。あ、なるほどね。テレビは、見てた方がいいんだな。お、なんだ?雑誌だ。少しは参考になるかもしれない。なるほどね。そんだけか。こんな電気消したのに。うわ、男は。昔使っていた貯金箱が入っていた500円を手に入れた。やったね。500円手に入ったか。1100円持ってんな。中学生にしては、まあまあ、いいよね。お父さんの本が並んでる。埃だらけになっている。新聞が入ってた。黒井さんの役に立つかな。家にも情報を集められるとこあったんだな。これ定期的に帰ってくるべきなのかな。両親の寝室は勝手に入っちゃいけない。お兄さんの部屋もなんかありそうだけどな。なんもないね。私の部屋行こうって。あ、ここにさすがに菅原さんはいないか。お、なんだ?聞き、闇に囁くものが入ってた。何これ?何それ?何それ?本当に何それ?何それ?闇に囁くものって何?まあいいか、行ってみよう。どこに行きゃいいんだろうな。闇に囁くものって。じゃあ、菅原くん探しに行くか。あ、おい、知ってるか?ここ幽霊マンションって呼ばれてるらしいぞ。何でもキンキンした女性の声がするとかな。そんな奴がいたら私がボコモンしてますよ。風評被害も甚だしいですね。幽霊が出ても私が守ってやる。ああ、幽霊じゃん、お前が。甲高い声だから。怖っ。甲高い声って。あ、よかった、いた。
あれ？いや、こんにちは。久しぶりだね。おじさんと菅原さん、どうしてここに？大宮先生が近くの学校に用向きがあったとかで、一緒にこの街を見回っていたのだ。ここは綺麗な街だね。静かな港町なんて今時珍しいからね。お前絶対黒なんとかくんや。あの、なんでもやの。電車の時間までもう少しあるし、ちょっとお話でもしよう。でも大丈夫なの？おじさんは今忙しいんだと思ってたけど。だって今は。ああ、そうとも。N 大陸が消えてから世界中の学者たちが大騒ぎしている。昨日も緊急で学会に行ったりしたよ。私の女子たちもやることだらけでてんてこまいだ。何しろ大陸が一晩で消滅するなんて人類史上類を見ないものだからね。焦るのも仕方がない。おまけに海にも異変が起きてるそうだな。なるみさんが言っていた。やっぱり学生の間でも専門家の間でも世界が滅亡するだとか囁かれているが、地球滅亡論というのはどの時代にもあるものだ。古代マヤ文明とかが有名だけど、最近では AI が人類滅亡までの時間を推測するなんてことも行われているんだ。いやはや技術の進歩は目覚ましいな、お前な。おもろいな。そしてそれが外れるたびに話題になる。人類は今日も生き延びることができたと。なんだか狼少年のような話だな。まあね。人間というのはそういう生き物だからね。誰だって何かにつけて安心したいと思うのだ。だが今回はそうもいかない。実際に海の向こうで何かが起こっているというのだから。でもなんだか気な臭いぞ。お前そんな言葉よう知ってんな。N 大陸だって観測できなくなっただけで、実際に消えたかどうかわかんないんだろ。何事もなかったかのように1年過ぎたりして、まあね、そういうのザラにあるもんね。まあ、それが一番いいよね。しかし今日は暑いね。何か飲み物でも買ってこようか。そこに自販機あるんじゃない？いや、この自販機をラインナップがちょっとまあね、杏仁豆腐だらけだもんね。お茶でも買ってこようと思ってね。君たちもそれでいいかな。じゃあ、お願いします。コンビニで買ってきてくれんのかな？あ、そうだ。今日はことぶきさんに渡すものがある。渡すものって？じゃあ、ことぶきさんのお兄さんの USB メモリだ。よう見つけたな。お兄ちゃんの、ありがとう。でもこんなもの一体どこに？企業秘密だが、ご存知の通り、私の大学はお兄さんと同じだからな。そうなんだ。お兄さんのいた教室、ゼミ、スクール。お兄さんのいた教室、ゼミ、サークル、それに先生の研究室、セトラ。大学中を探して見つけた。なるみさんの力を借りればたやすいことだ。極秘任務ゆえ、大宮先生には内密に頼む。菅原さんたちってすごいのね。今度お礼を持ってくるね。いや、それほどでも何か手がかりになるといいな。ほら、お茶だよ。水分補給は大事だ。先生、いつからそこに？え、どこにいたの今。おっと、そろそろ電車の時間だな。今日はありがとね。久々に話せてよかったよ。こちらこそ、おじさんも菅原さんも元気でね。それじゃあ行こうか、菅原さん。ああ、また会おう。さて、そろそろ黒井さんも帰ってきたかな。え、絶対黒井さんだろ、おじさんが。こんにちは、ことぶきさん。今日もいらっしゃいましたね。猫がいるやん。ん？なんだこの小娘は。黒井の新しい同業者か。お前喋るんかい。猫が喋った。彼、猫さんは私の友人です。こんななりをしてますが、中身はおっさんです。そんなことあんの？おっさんとか言うな、クソったれ。腹話術かな？彼は世界中を旅して情報を集めてくれています。私の素晴らしい相棒です。おだちんのプレミアム杏仁豆腐と引き換えにな。あ、そうか、あれか。この小娘どっかで見たことあると思ったら。昔カラスにさらわれそうになってた私を助けたやつか。大きくなったな。あれ、そういえばそんなこともあったかも。あったっけ？覚えてないんかい。え、猫さん昔にそんな無様な姿を晒していたんです。かわいそう。言葉選び。感動の再会中に野暮なことを言うな。この真っ黒クロスケが。だって、お前なんか8秒でぶっ飛ばしてやる。どうやってだよ、お前そのなりで。はいはい、わかったわかった。ほら、プレミアム杏仁豆腐です。敬遠の中ってやつなのかな。
いや、うまいこと手ごまにしてたじゃん。ああ、そうだ、コトブキさん。お兄さんについて調べていたのですが、気になったことが一つありまして。昨日私はこの店に来たことがあるお客のリストを見てみたのですが、そこにあなたのお兄さんの名前がありました。え、ということは？そう、彼はここに来たことがあるということです。しかしおかしいですね。私、彼に会った覚えが全くないのですよ。本当に？ええ、今までに来たお客さんはすべて覚えています。お客さんに嘘つくようなことはしません。妙ですね。引き続き調査をしてみましょう。そうだ。これ、お兄ちゃんの USB メモリーだって。おや、どこで見つけたのですか？菅原さんって人が探してくれたの。なるほど、菅原さんですか。ありがとうございます。見せていただきましょうか。あ、今見るの？これは、どうだった？どうやらロックがかけられているようです。現時点では何とも言えませんね。ただこれは私の方で解除できるかもしれません。時間はかかりそうですがね。本当？解析結果はまた今度お伝えします。お待ちくださいね。ありがとう。あれ、猫さんは？彼女なら、彼女だったの？中身おっさんなのに？彼女ならまたどっかに行っちゃいましたよ。歩き回るのが好きなんでしょうね。また会えるかな？街を探せばいる日はあるかもしれないですね。だいたいどこにでもいますから。そういえばなんで猫さんは喋っていたの？なんでも彼女は昔神社に称えられていた神でとんでもない力を持っていた。すごい超展開だ。え？他の外なる神々との交流もあったとか。しかし今はあのありさま。彼女の神社が開発で埋め立てられてしまったせいで力が弱まり猫の姿になってしまったということなのです。という設定です。どういうことや。設定なのね。私が考えました。ということにしておいてください。なんだむず。彼女が喋るのは企業秘密です。腹話術かどこかにスピーカーでもついているのか、それはご想像にお任せしますね。謎は多い方が楽しいですからね。黒井さん、顔が見えてない時点で腹話術って呼んでいいのかどうかわかんない気もするけど、それを言っちゃおしまいです。私が腹話術といえば腹話術なんですそういうものなのかな。まあ、そういうものだよ。そうですね。おっと、そろそろ営業の時間です。また明日もお待ちしております。そろそろ帰ろう。ゆっくり進むんだね、このゲームは。あ、え、おかえり、とわこ。お兄ちゃん。あ、また気絶させられるやつ。お兄ちゃん、今までどこに行ってたの？ははは、どうしたの？ちょっと出かけただけだよ。もうどこにも行かないでね。うん、約束するよ。え？でもお兄ちゃん、どこに行ってたの？え？ずっと探してたのよ、お兄ちゃんのこと。そのためにみんな協力してくれて。僕はいつも通りに帰ってきたでしょ。だってお兄ちゃんは。え？お兄ちゃん？何が気に入らないの？え？え？お兄ちゃんは帰ってきました。今までのことは全部夢でした。それでいいじゃないか。いい加減諦めたらどう？何度繰り返せば気が済むの？うわー！何急に。え？どういうこと？夢？え？何これ？え、何これ。え、1日目からスタートか、これ。4日目。あ、4日目だ。情報ポイント集めよう。いや、何も教えてくんねえじゃん。まあ、とりあえず今日はこんくらいにしとこう。いやー、話が急展開で動き始めましたね。何これ、バスとか押せんのかな。あ、押せねえわ。というわけで今回はこのくらいにしときましょう。ハローハローワールド、めちゃくちゃ面白そうですね。このまま続きをやっていきたいと思いますというわけで今回もご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。